レトラちゃんは見た。ある日、映画館で騒音女に出会った話。私はツツジ。映画が好きで、近所の映画館によく来るのだが、そこの映画館には2種類のチケット入手法があり、一つはカウンターで直接購入、もう一つはネットですでに購入したチケットを専用の発券機で入手する2つの方法があった。その日もネットでチケットを購入していた私は、発券機の方でチケットを入手しようとしていると、まあまあ、おっさんよねと明らかにイライラしている女性が。私は発券番号を暗記していたんだけど、お隣の発券機の姉さんは自分の分だけじゃなかったみたいで、スマホ見ながら操作。するとその女性は、早くしてよ、チケット買ってからじゃないと買い物できないんだから。チケットは向こうのカウンターなのに。どうやらその女性はこの発券機でチケットを購入できると勘違いしている様子。にもかかわらず、後ろでギャーギャーわめいている女性、お姉さんかわいそうなんて思っていると、お姉さんの方の発券機を諦めたのか、今度は私の後ろに来て画面を覗き込んできた。めっちゃ見てる。その時電話番号を入力していた私はとっさに作業をやめた。するとその女性はまたもお姉さんの方に行くと、しかしお姉さんもクレカ認証するところだったみたいで、何ですかさっきからと手を止めていた。すると、ちょっとどうして手を止めるのよ、あんたもそうよ。私個人情報なんで見られたくないだけですけど。そうですね、はっきり当然のことを言ってやった。すると、見ないとやり方わからないんだからしょうがないじゃない、あーとわめくので、わからないならあちらのカウンターに人がいますよ。しかしそこには行列ができていて、それを見た女性は、あんな行列に並んでたら買い物が遅くなるでしょう、バカじゃないの。なんでここが空いているかわからないんですか。ここはもうチケットを押さえた人だけが発券できる場所だからですよ。はあ？あんたクレジットカード出してたじゃない、ここで買えるんでしょ、嘘つくじゃないわよ。違います、決済は終わってますよ、これは認証するために出しただけなんですけど。とそのお姉さんと女性がバトってる間に入力を済ませた私は、こっち開きましたよと譲る。ふん、まったく。さてと、これでようやくこの場から解放されると思いきや、私チケット買いたいんだけど、どうすればいいの、教えてくれる。こいつ、ここで買えるって言ったのあなたですよね。同じく発券を済ませたお姉さんが、私たち結構親切に説明したつもりですけどね、それじゃあ私はこれで。いいからとっとと教えなさ。その時残された私に詰め寄りかけた女性に JK らしき女の子たちが、ちょ、発券機だからって何回も言われたのに、クレカ認証でわかんないなら店員のとこで買うしかないじゃん、つーかうちらも並んで待ってんだけど。これだから年寄りは潔く向こうに並んでこいよ。新たなバトルが展開されそうだったので、私はここでフェードアウトした。さあ映画映画。その後 JK の子たちがこそっと言ってきて、入場時間大丈夫ですか、うざかったっすよねと聞いてくれたので、あの時助けてくれたんだと気づいて嬉しかったので、ポップコーンをおごってあげた。あのおばさん、ちゃんとチケット買えたかななんて思いながら、無事映画を堪能した。ご視聴いただきありがとうございました。ネットでチケットを買って映画館に行って認証番号を入れたらお金も出さないで発券できる。時代は進化しましたね。私もいずれ時代についていけずにババアと言われてしまうんでしょうか。そもそも映画館だったらチケットの発券機とか購入する場所など看板が近くにあるんでは。もしかして漢字が読めない人だったんですかね。そうなんだとしたら、どうしようもないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。